エグザイルトライブの木村圭人です。今週も元気にいきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もテレビ電話で東京と山口をつないでおります。圭人くん、最近いかがお過ごしですか？なんか変わったことあります？変わったことはないんですけど、うん、まあライブオンラインに向けて絶賛リハーサル中ですね。ああ、そうですよね、はい。結構あのパッケージも固まってきて、はいはい、本当に早く本番がやりたいなって感じがします。これまでとはまた一味違ったライブになるんでしょうか？そうなんですよね。今まではまあライブオンラインのテーマはあったんですけど、それを題名に表してはその皆さんに提示してなかったんですけど、今回年忘れないとフィーバーっていうのをテーマにやらせていただくんですけど、これはあの年を2020年をで悪かったことを忘れて2021年にスタートを切ろうっていう意味も込められてますし、僕たちと一緒にこの年を楽しんで最後まで、その最後の瞬間まで楽しんで2021年気持ちいいスタートを切れるようにっていう願いも込められているので、なんで皆さん僕たちと一緒にそのライブを楽しんでいただけたらなって思ってテーマもつけさせていただきました。いやー、楽しみですね、この時期ならでは、はい。そうなんですね、うん、本当に。なので皆さん、たくさんの方に見てほしいです。はい、皆さんぜひチェックしてください。はい、さてさて、今週もお便りいただいていますので読んでいきますね。はい、まずは山口県の山口市ゆきむさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あやかさん、けいとくん、こんにちは。こんにちは。ファンタスティックタイムが始まって半年以上経ちましたが、私はラジオを聞いていて、これは二人の共通点だなーってずっと思っていたことがあります。それは笑い声がブチでかいところです。ケイト君の笑い声は写真を見ただけでも聞こえてくるくらい印象的ですが、あやかさんも負けないくらい大きくて、いつもラジオを聞きながらつられて笑っています。半年経ってお互い最初の印象から変わったことや共通点、また新たに発見した一面などはありますか？お二人が大きな声で笑っている空間が大好きですといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。確かに爆笑組ですよね。ですね、うん、声に出して笑うタイプですね。はっはっはって感じで、はい、いや私もいけんなって思うんですよ。なんか昔はいけんなって思ってたんです。なんかそんな放送で大笑いするなんて、はい、で結構ね先輩にも言われてたんですけど、はい、なんかもうね治らんやった。治らなくていいんですよ、そういうことは、はい、そう、もうねこれで笑いを誘えますもん、絶対。そう、ゆきむさんもね釣られてるって言ってくださってるし、まあ、はい、で僕の周りのメンバーも、はい、この笑い声で笑うとかありますから。あー、釣られて結果、はい、うんうん、僕らは声を出して笑って楽しんでればいいなって思いました。そうですね。でもなんか、はい、結構声大きいんで、私笑うときはマイクからこう、ま、外れて笑ってるんですよ。確かに僕も外して笑いますね。外してるけどめちゃめちゃ音で入ってるよね、はい、私たち外そうとしてないですよ、多分僕に関してはもうハッ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 。さて、メッセージで共通点、そうそう、共通点、最初の印象から変わったこと、新たに発見した一面ありますか、うん、って来てますけど、なんだろう、ケイト君、最初の印象から変わったこと、なんか最初会った時は結構ふわってしてて天然っぽいんかなって思ってたんですけど、はい、こうリモート続けてって、まあ、打ち合わせとかも含めてなんかすごいしっかり者なんやなって思う一面が多いです。え、本当ですか？もうすごい隠しきれないほど笑いましたね、今。似合って。ってそういうなんか素直な感じもね。ありがとうございます、はい。で、なんかすごい賢いというか器用やなと思います。このすごいなんか用意してるわけじゃなくて。そう、そう、意外と、そうとか言って、めちゃ失礼ね。意外となんですね。はい。周りで助かってますね、僕は。周りが本当大人なんで。それで学ぶ一面が多いんで。それですかね。でも結構なんかメンバーさんの中にいると結構なんか幼いというか、そうです、ね、いじられキャラみたいな感じですけど、はい、なんかそう見えるけどやっぱりたまに垣間見えるお兄ちゃん感ありますよ。やっぱりね、本当ですか？妹さんいらっしゃるじゃないですか。はい。なんかたまに見えます。ああ、やっぱりなんか周りへの気配りへの
する感じとかがお兄ちゃんかなって思いますね。 ありがとうございます。でもやっぱちょっと抜け取るなってところがケイト君の魅力です。ありがとうございます。いや嬉しい、こんな嬉しい、うん、今回めっちゃ嬉しいラジオですね。新たに発見した一面。共通点はめっちゃあるじゃないですか。何ですか。お寿司のネタが一緒の、サーモンね、サーモン、ラーメン好きとか、ラーメン好き、はい、あ、あやこさんあれだ、めちゃめちゃ曲知ってますよね、いろんな方の。あー、音楽好きだからいろいろ聞いてはいますね。曲名言ったら、あ、誰々さんのってなるじゃないですか、あやこさんって。あ、言ってます。はい、うんうん、打ち合わせの時とか、うん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 、なんでそういった面がすごいなって思いました。新たに発見した一面です。結構暇さえあればいろんな音楽聴いてますね、うん、新しいものから。 でもケイト君の選ぶ曲からも、はい、あ、こんな曲あったんだって知らされること多いので、うん、毎週すごい楽しみなんです。お、うん、いいですね、切磋琢磨ですね。あとやっぱり共通点といったら、まあ、パッションで生きてる感じじゃないです、まあ、間違いない。勢いで生きてます。勢いで生きてますよね。間違いないです。そこかな。考えることはあんま好きじゃないから。分かる。あとは夏が好きなところとか。あ、そうですね、じゃないですかね、はい、うん、続き、そうそう、アクティブな感じかな、うん、ですね、ですね、はい。それじゃないかな。うん、まあ、今後もいろいろ新しくケイト君の一面を発見していきたいなと思っております。はい、ありがとうございます。続いてのメールです。ラジオネームルーさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ケイト君、彩香さん、こんにちは。私はもうすぐ資格試験があり、日に日に不安が募り、頑張ろうと思っても思うようにうまくいきません。ケイト君、彩香さん、行き詰まった時どのようにリフレッシュしていますか、といただきました。うん、なんだろう、でも行き詰まった時、行き詰まったというか、なんかモヤモヤする時は、うん、買い物しますね。あー、買い物とか、いい、映画を見たりとか、そのことが一瞬目を背けて、うん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 、気持ちいい気分になって そっちに行きます。ザ気分転換ですね。はい。ケイト君どうしました。いや、なんかまた小動物がいるなと思って。今ね、なんかファスナーをね、開ける音みたいなの聞こえたんですよ。あ、ホワッって言ってます。ホワ、誰ですか。やばいやばい、こんなつくんが頑張って、仲間出てますよ、なんか。頑張って。あ、ソウタさん。はい。あ、ソウタさん。ちょっと声だけ失礼なんですけど、お久しぶりです。お久しぶりです。元気ですか。一週に渡ってゲスト来てくれた。元気ですか。またちょっと遊び来てくださいよ、紅葉。行きたいです、本当に。最近ハマってることなんですか。かっこいいこと言っていいですか。あ、はい。聞いてください。聞きます、聞きます。コード聞きながらコーヒー飲むことです。いや、おしゃれか、お前。ブラックですか。ブラック、ブラック、あ、甘めです。あ、いいね。ここで落としてくる。いいね。え、堀夏さんもいらっしゃるんですか。堀夏さん、今どっか行っちゃいました。あ、ソータさんも。ソータさん置いてったんですね。他の引き連れ置いてきました。あ、行っちゃった。あ、行っちゃった。はい。行ってらっしゃい。2週にわたってゲストがもう、ね、はい、すぐわかった。なんかやっぱおちょけですね、ソータさん。はい、もうおちゃらけてますよ、ね、彼は。ちょっとカッコつけてコーヒーって言ったけど、はい、甘いもの飲んでるっていうところがいいですね。はい、やっぱりオチはちゃんと置いていくっていうところが、すが関西人ですね。勉強になりますね。勉強になります。いや、今、はい、今気分転換になったんじゃないですか。今ね、難しく、はい、ね、こういうこと。こういうことです。目の前で、ね、ルーさん、こういうことです。こういうことです。どういうことや。間違いない。逆に彩香さんあるんですか。なんか行き詰まった時に。行き詰まった時は、うん、私結構なんかモヤモヤってなってシュンってなるタイプなんですけど、はい、食べて飲んでお風呂入って寝る。あ、いいですね。確かに。もうこれに尽きる。食べて飲むはいいですね。うん、これに尽きるよ。確かに。もう。なんかあとは人に話聞いてもらうかな、私は。そうですね、うん、それが一番ですね。ちょっと聞いてやーって言って、はい、聞いてもらってスッキリして自分だけスッキリするっていう、うん、もう大丈夫大丈夫ってなるタイプですね。いい、ああ、はい、一緒です僕。やっぱパッション型ですね。パッション型。はい、そんな感じですかね、うん、そんな感じですかね。
まあ、あとはファンタスティックタイムを聞いて気分リフレッシュしていただければなと思います。高音聞いてね、お願いします。はい、頑張ってください。さてケイトくん、そろそろ今日の一曲を選んでいただきたいなと思いますが、今日はどうしますか？はい、そうですね、今日用意した曲は12月1日にミュージックビデオが解禁されたあの曲を紹介したいなと思います。あのかっこいいミュージックビデオの曲ですね。はい、それでは聴いてください。ジュニアエグザイルで Way to the Glory。 今お聴きいただいたのはジュニアエグザイルで Way to the Glory でした。こちらはどんな曲になってるんでしょうか？そうですね、まあこういうコロナの状況もあるので、なんか自然とシュンとしちゃうと思うんですけど、この曲を聴いたらなんか明るい未来に向かって前に進むだったりとか、その2021年に向けてのリセットされる曲というか、それこそこの曲を聴いてリフレッシュできるんじゃないかっていう曲もありますね、うん、ミュージックビデオを見ても、はい、気分明るくなるんじゃないでしょうか。ですね、なんか、ね、ケイト君も、はい、活躍されている。そうですね、扉開けて前のシーン、あれは傑作ですよ。傑作です。はい、あそこ何度も見ていただきたい、来てくださって嬉しいですね。はい、ぜひ皆さんもチェックしてください。はい、お願いします。はい、今日のファンタスティックタイム、彩香さんいかがでしたか？いやー、2週に続けて、はい、スペシャルゲストが不意に、なんかリモートって感じですね。うん、うん、リモートじゃなかったらこんなことできないですもんね。ですよね。だったらスタジオに入ってきて声出すみたいなことですもんね。そうすごい状況なことだ。リモートならではだと思います。うん、はい、いやいや、面白かったですね。お顔は見えないけど声が聞けて、はい、だってソーダさん出たのいつぶりだ？もう相変わらずお元気そうで。元気ですね。はい、はい、よろしくお伝えください。はい、山口行った時にメンバーも一緒にまた連れて行きたいですよね、ラジオに。はい、待ってます。どなたが一緒に来てくれるんでしょうか。はい、ね、では分からないです。お待ちしております。はい、皆さんからの質問や感想メールもお待ちしています。宛先は koi@kry.co.jp、 番組ツイッターやインスタグラム、そして KRY アプリもぜひチェックしてください。さてもう一つお便りいただいていまして、ご紹介しますね。神奈川県のほのかさんからです。はい、彩香さんこんにちは。そしてケイトくん、ファンタのオンラインライブ、そして来年はドームツアーが決まりましたね。本当に楽しみで仕方がないです。はい、ライブオンラインはファンタ単独では3回目になりますが、次はどんな演出なんだろうってワクワクが止まりません。ケイトくんのパフォーマンス本当に楽しみにしています、といただいています。はい、いやー嬉しいですね本当に。なんでこれからもライブオンラインに向けて、まあ、残り13日ぐらいあるんですけど、残りでできることをやって少しでもたくさんの方を楽しみさせられるようなライブオンラインできたらなと思っているので頑張りたいと思います。そしてドームツアーも、ね、はい、そうですね、ドームツアーですよ。エグザイルトライブで本当にライジングサントゥーザワールドっていうのをテーマに、来年の1月からドームツアーを回らせていただくので、今までその直接皆さんにはお会いできなかったんですけど、これを機に直接会えるので、僕たちのエネルギーを、1年分のエネルギーを放出して、皆さんを少しでも明るい笑顔にしたいだとか、幸せにできるようなライブにできるようにこれからも頑張っていきたいと思います。ドームツアーも楽しみですね。ですね、うん、それまでライブオンライン、そしてミュージックビデオを見て、皆さんもぜひスタンバっておいてください。はい、はい、お願いします。以上、ファンタスティックスフロムエグザイルトライブ、パフォーマー木村ケイトでした。また来週。